突然ですが皆さん、この新カード見ましたか？それがこちら、オルシャックゾーンということでね、ついに火と自然のツインパクトでマナブーストができて、かつドラゴンを持ってるという、今この赤緑ジャックポネクストに最も2015年、2016年、これまでの環境で最も期待されていたカードがついに登場しました。これによりね、今までフェアリーライフを入れていて、まあどうしてもメンデルのね、出力が落ちてしまっていたりだとか、バトライ角が外れてしまったりだとか、そういったところでの負け筋というのをかなり減らすことができていて、格段にこのデッキのね出力を上げることに成功しました。こうなってくるとメンデル1枚引くだけで、比較的4ターン目とかにもうサソリスとか相手にもマグマ着地が狙えてきたりとか、序盤に相手なんかもメンデルのバリュー1つで変わってきますし、モルトヘッドのマナブ層とかの相性もいいので、結構バキ対面とかもその火の粉とかライフがかさばって濁るみたいな局面でかなり減ると思うんですよ。いやこれかなりね、今後のこの環境で期待できるようなカードがねついに登場しました。はい、ということでね、皆さんもね、赤緑ジャックポネクストかなりね強くなると思いますので、ぜひ触ってみてください。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。おまけ、まあ、ぶっちゃけたところを言うと、さすがに、まあ、上が弱すぎて、もうちょっとね、なんかマグマとかマナロまではいかないですけど、まあ、バトクロスとかでもいいや、なんかそういう実用性のあるカードとのツインパクトだったらね、なんかもうちょっとモルトネクスト強くなったなって思うんですけど、はい、言ったような感じで、5年前とかにね、出てきてくれたらなっていう感じのカードなので、現状は今後流行るであろうボルシャック系のサポートがどんな風に活躍していくかによって価値がね変わってくるカードだと思っていて、優秀なカードでありますが、所詮ね、この令和の時代のフェアリーライフですのでね、まあさすがにそこまでぶっ壊れというわけではないという風に思っています。ということで、まあ他のねボルシャックデッキのカードを見てからのね、また評価はねしていきたいと思いますので、それまで皆さん落ち着いて待ちましょう。ということで、また次回お会いしましょう。